演術との話はついた。それとこの二人、周太、あざなは傭兵。元は長江で水賊をしていた寡黙な男である。孫策にその腕を見込まれ配下に加わった。孫権の死により孫家を継ぐことになった孫策の周囲に敵は多い。周太はただ黙々と眼前の敵に向かうのだった。両使命と申す。以後お見せ。みんな行くぜ。竜葉を倒して事を平定するんだ。必ず勝つ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。曹操様は遥か先を。反董卓の連合。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。呂布様の軍は
敵手を抜けられた。我らはこのまま南下し、敵の情報を集めよう。俺たちの勝利だ。よし、集隊。その調子で進むのだ。守るぞ。
軍が跳ね返すか。すまぬ、竜陽殿。ここは一度引かせてもらう。来ましたな。俺たちの勝利だ。どんどん行っちゃえ。
ここで防御体制を取るのだ。見返す。できんとはならばこの手で孫桜を打ち果たすまで。策かそれに切る。いやとにかく迎え撃たねば。孫策敵部隊用意はいいな。放て。このままでは危ういか。太子寺を呼べ。わしを守らせよ。ちょうど俺も戦場に立ちたかったところだ。竜陽殿の恩美はこの太子信義が守ろう。援軍が到着。つら。このまず本骨。我が軍の勢いもはや止められない。迅速に攻略せよ。見事俺の負けだ。これが昭和王孫策の軍か。大きいな。おのれおのれ孫策、調子に乗りよって。いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。これで東東一帯は制したな。いや、勝ち時を上げろ。俺たちの勝利だ。
率直？事の次第を。まあ、演説を切る。それだけだ。公領を守りきった。孫後最大の危機はこうして回避されたのである。孫権は諸将をねぎらうべく戦勝の宴を開く。だがそこに勲功第一の周泰の姿がなかった。彼は仲間たちが陽気に飲む様を黙って見守る。先の戦いでまた増えた名誉の傷を隠しつつ。周泰、どこにいる？お前あっての私だ。私を守ってついた傷を皆に見せようではないか。おい、行かぬのか。今日は寒い。自分も傷を見せられた口だが、確かに殿に付き合う必要はないな。もう周泰の実力を知らぬ者などおらんのだ。周泰、どこだ。しかし周泰は話せるようだ。はじめそれに気づかなかった自分が恥ずかしい。行くぞ。離れた場所で飲み直す。